おはようございます。9月15日水曜日の全国のお天気をウェザーニュースキャスターの内田由紀がお伝えします。まずはですね、天気図からご覧ください。こちら見ていきますと、西日本の太平洋側を中心に雨が降りやすいお天気となりそうです。大きい傘お持ちください。そして関東や東北の太平洋側では湿った空気が流れ込み、雲が広がりやすくなりそうです。外出の際には折りたたみ傘があると安心です。その他、北海道や東北の日本海側中部のエリアでは広く日差しが届き気温が上がります。中部のエリアでは30度近くまで上がりますので、熱中症対策が欠かせません。そして北海道では1日の気温差が大きくなります。体調管理を万全に行いましょう。また詳しいお天気はお天気アプリウェザーニュースでご覧いただけます。ぜひご活用ください。